網野町史山古墳は、京都府京丹後市網野町にある古墳。形状は、前方後円墳。国の史跡に指定されている。日本海側及び、京都府では、最大規模の古墳で、四世紀末マイナス5、世紀初頭頃の築造と推定される。新名山古墳、恵比寿山古墳と合わせて、日本海三大古墳と総称される。京都府北部、 丹後半島を流れる福田川川口付近の丘陵上に築造された巨大前方公園墳である。丘陵上では、林遺跡、三宅遺跡、大将軍遺跡という弥生時代、古墳時代の遺跡の分布も知られる。古墳域では、主に前方部側で墓地化、開墾による改変が加えられている。古くは、江戸時代中期の文献に、 停止山として記載が見えるほか、現在までに数字の調査が実施されている。墳計は前方五円形で前方部を北北東方に向ける。墳球は三段蓄成墳球長は201メートルを測り、新名山古墳とともに、日本海側では最大級の規模になる。運休表面では吹き石、円筒埴輪列が検出され、埴輪のうちでは、 単語型遠藤埴庭が認められる。また、噴宮周囲には東、南、西側の三方に集合が巡らされるほか、隣接して、倍長二基の築造も認められている。この網の調子3古墳は、古墳時代中期の四世紀末マイナス世紀初頭頃の築造と推定される。日本海三大古墳のうちでは、恵比寿山一号墳に続き、 神明山古墳に先立つ二番目の築造になる。阿弥の長子山古墳、神明山古墳は、それぞれ浅間川湖、竹の湖という古代の石湖に対して、吹石で覆われた墳球の横面を見せる形式を、とっており、当時の丹後地方がこれら石湖を港として、日本海港駅を展開した様子が指摘される。古墳域は、1922年に象徴し古墳。 環境方向両古墳と合わせて、長子山古墳第一、二古墳として、国の史跡に指定されている。網の長子山古墳の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成ステレオ写真はこちら古墳の規模は次の通り。墳形については、先両山古墳と同型とする説がある。 アミノ調子産古墳の周囲では、次の倍長2期の築造が知られる。アミノ調子産古墳から眺めた京丹後市アミノの風景と日本海、所在地交通アクセス関連施設周辺。ありがとうございます。